ヒカル・ウタ・ダラフター・イン・ザ・ダーク・ツアー2018は、シンガー・ソング・ライターの、ウタダ・ヒカルが、デビュー20周年イヤーとなる2018年の11月6日から12月9日にかけていった、全6都市12公演のツアー。12年ぶり3度目の国内ツアーとなっており、計14万人の観客を動員した。2017年12月8日、新曲、あなたのリリースを翌日に控えた。 宇多田ヒカルは翌年2018年に約12年ぶりとなる国内ツアーを開催することを発表した。2018年4月にはコンサートツアーの日程が発表され、6月27日には宇多田7枚目のアルバム、初恋をリリース。同アルバムにはコンサートツアーの先行応募券も封入された。そして9月にはツアーの正式名称が発表され、 また一般発売の受付もスタートした。10月に入ると、ツアーのオフィシャルサイトも開設され、ツアー開幕が5日前に迫った11月1日には、会場グッズの紹介サイトもオープンした。ツアー初日の2018年11月6日、午前0時を過ぎると同時に、アルバム、初恋収録曲、トゥープラウドのリミックス曲、トゥープラウドフィーチャリング XZT、スボイ、EK が、 配信限定でサプライズリリースされた。ツアーは活動休止前最後のライブが開催された横浜アリーナからスタートした。本ツアーは歌田のデビューマン20周年の記念日となる12月9日に幕張メッセでファイナルを迎え全6都市12公演を完走した。本ツアーの映像は2019年1月27日に BS スカッパーにて 初めて放送され、同年3月には、ミュージック ON TV にて、ツアードキュメンタリーも加えた完全版が放送された、カメラオブスクーラ英語版、ラフター・イン・ザ・ダーク米初版表紙、ツアータイトルの、ラフター・イン・ザ・ダークは、宇多田,田ヒカルが敬愛するロシアの作家、ウラジーミル・ナボコフによる、長編小説、カメラオブスクーラの英題に由来する。ライターの山田総太郎は、ナボコフが、 カメラオブスクーラの発表後にその英語版に不満を持って自ら英訳し直し、またその設定を一部変更したり大胆な削除や書き換えを行ったりしたことに言及。そして、歌田が今回のツアーで曲間をシームレスに繋いだり、キープトライニア、トゥープラウドなどでた楽曲のフレーズを入れてモッシュアップしたり自らラップをしたりしたことが、ナボコフの再英訳作業に似ていると考え、 ナボコフと、宇多田は、自らの作品を新たな作品へと消化し、作り変えたという点で共鳴していると語った。センターステージに立って歌唱する、宇多田道ツアーでは、電子チケット方式を取ることで、転売の防止、さらに入場時のストレスや待ち時間減少の配慮がなされた。公演では当日入場の際に顔写真による本人確認が行われ、 そのために事前にチケットサイトにて顔写真の登録と会員登録が必須となり、チケット当選者にはそのチケットと QR コードがその申し込み各位のスマホに送付された。購入は各位2枚まで。2枚購入の場合は同伴者となる人の会員登録、顔写真登録も必要となった。また、高価チケット売買の防止策として本人や 事前登録の同伴者以外の入場や転売、譲渡は基本 NG となり、都合上、チケット購入後にやむを得ない理由により当日、観覧できなくなってしまいそうな場合は、譲りたい人と、そのライブのチケットを購入したい人とを定価で仲介するシステムも導入され、正規の価格にて見たい人が見れる配慮がなされた。これらの結果、今回のような規模の公演では、 通常なら観客の入場時間に2時間は、要するところを会場18時、開演19時の約1時間にまで短縮できている。また、同システムは、顔認証 AI エンジン、ニオフイズを用いた本人確認システムで、NEC と NEC ソリューションイノベータがアーティストのチケッティング業務を行うテーパーズと協力して開発した。本ツアーでは、 SNS の普及に合わせてスマートフォンでの写真や動画撮影が解禁された。その中で一眼レフカメラやデジタルカメラ、ビデオカメラによる撮影、録音専用機材による録音などは禁止されたほか、フラッシュの使用も禁じられた。同ツアーでは会場で販売されている商品を事前にネット上で購入できる事前申し込みコンサート会場引き換えが導入された。 これによって、公演ごとに商品を選択し、申し込み、支払いした人は当日、グッズ販売列に並ぶ必要がなくなった。プロフェットマイナス6を演奏する、歌だリアルサウンドの小木原あずさは、ライブは、開演前の BGM がなく、完全な静寂からライブは始まったと指摘。そして、この日一番の間、として、初恋での、 正しいのかなんて本当は誰も知らない直後の約10秒間の静寂に言及し、本コンサートに関して、歌田のデビュー20周年を静寂に包まれた会場でどこかおそかな雰囲気を保ちながら、粛々とその喜びをかみしめるような公演だと評した。音楽評論家のなぎらみつたかは、ローリングストーンジャパンの記事にて、今回のコンサートでは、 歌田ヒカルの作編曲家としての独自性がバンド形態でのライブだからこそ浮かび上がっていたと指摘し、打ち込み、サウンドを生バンドで表現する上での定石をうまく形にしていたバンドストリングスのサウンドがアルバムで聴くことができる箱庭的な音響とはまた別のある主催ケデリックな空間性を生み出していたと評価した。そして、 多田のボーカルがそのバンドが持つ特殊なサウンドを導き出しているとも語り、宇多田ヒカルは今が最も輝いているタイプの音楽家だと語った。ライターの三宅翔一は、シンラネットにて同ライブに緊張と緩和の連続を見出した。そして、緊張は絶望として、緩和は希望に置き換えられ、その連続性がライブの革新となっており、 彼女はそれをとても生々しく真摯に体現してみせた。と語った。また、ステージセットが極めてシンプルで映像演出が基本的に楽曲のイメージをプレーンなモーショングラフィックスで視覚化したものが多かったと指摘し、現代的なサウンドプロダクションと普遍的な舞台装置を用したどこまでも歌田光の歌を際立たせる独立した歌謡章を見るような趣があった。 と語った。そして、今回のライブについて、真摯な音楽表現者の生き様を映し出す空間が、そこにはあったと評価した。今回のライブでは、基本的な曲順やアレンジは小袋重明が担当している。小袋によると、元々の役割はプリプロダクションで、ツアーのコンセプトや音楽的な要因から、曲順やアレンジを決定し、約1ヶ月かけて全曲を揃えたという。 あなた道トラベリングカラーズプリズナーオブラブキス暗い桜ドロップス光友達トゥープラウド近い真夏の通り雨花束を君にフォーエバーもアーファーストラブ初恋プレイ A ラブソング俺の彼女オートマティックグッパイハッピネス光歌ダラフターインザダークツアー2018は歌田光のライブビデオ2019年6月26日に DVD ブルーレイで発売したか 同時に、ネットフリックスでも配信が開始した。2019年4月18日、同ツアー最終日の幕張メッセ公演が映像化されることが決定。また、同日に購入予約が始まると、すぐ数日後に予定生産数を上回る予約が入ったために、追加生産、追加受注生産が決定した。国内ライブ映像作品としては、2010年のワイルドライフより、 約8年2ヶ月振りとなった。録音、ミックスエンジニアは、ファントーム、初恋で、歌田のボーカルレコーディングを担当した、小森正人が務めた。小森によると、今回は、様々な実験的な手法が用いられたという。楽器チームの方では、一般的には、録音されたトラックを再生しながら、そこに生音を重ねるという手法が用いられるが、今回はドラムで、 トリガーセットが用いられた。これによって演奏のグルーブ自体は人力だが音色は CD と全く同じ音での演奏が可能となった。その他、ライブの現場では総計30本もの録音用マイクが用いられた。また、一般的にはボーカルの音量のばらつきを調整するためにコンプレッサーという機材が用いられるが、歌田の場合は自分で声量を緻密にコントロールして 歌うので、そもそも書ける必要がなかったという。小森は、これについて、歌田さんは、A メロで静かなトーンで歌っていても、声量は大きいんですよ。なのでサビで、レベルが突き抜けるほど、大きくなるということもなく、一定の音量で来るので、エンジニア的には取りやすくて本当に助かりますね。と語った。DVD、ブルーレイボーナス DVD その他ロッキングンの杉浦、三重は、 同ビデオには歌田が歩んできたキャリア20年の道のりが凝縮されているように思えると語り、またその歌声は言うまでもなく手だれのミュージシャンたちによるバンド演奏は洗練の極みでこれほどエンドレスで流しておきたくなる映像作品も珍しいと評した。同ビデオはデグジャパンが2019年に発売されたブルーレイソフトの中で最も優れた作品を表彰する 第12回日本ブルーレイ大賞で音楽賞を受賞した。光る歌ダラフターインザダークツアー2018は初動24,232枚を売り上げ、7月8日付のオリコン音楽ブルーレイディスクランキングで2位を獲得した。チャート登場回数は計20周に達したほか、音楽ブルーレイディスクランキングの年間チャートでは19位を獲得した。 光カル・ウラフター・イン・ザ・ダーク・ツアー2018光近い VR はプレイステーション4用ソフトウェア歌タ光ヒの2018年のツアーからキングダム・ハーツシリーズのテーマソングになった光と近いの2曲を PSVR 用に収録した無料の PSVR 専用タイトル2019年1月28日に配信開始したコンテンツでは 会場全体の演出を見たり、歌だが歌う姿を目前で楽しめたりと、まるで本人が目の前にいるような臨場感を楽しむことができる。同作は、日本国内で制作、公開された優れた先進映像コンテンツを表彰するコンテスト、ルミエールジャパンアワード2019の VR 部門にて特別賞を受賞した。マーケティング担当のカジノゾムによると、 前年に20周年イヤーを迎えた、宇多田の全国ツアーに、キングダムハーツ3を絡めたコンテンツを開発しようと、打ち合わせを進める中で、今回の VR プロジェクトが生まれたという。宇多田は、以前、2016年のネットイベント、30代は、ほどほど、で、3DVR 制中継に挑戦していた。家事は、今回は、全国ツアーを開催した後だったことで、 より大きな注目を集めることができたと語った。2018年9月、冬にツアーのライブステージ2曲を PSVR 向けに配信予定であることが明かされた。ツアーが終盤を迎えた12月には同コンテンツの詳細が明かされ、ツアー最終日にはその配信日も発表された。PS プラス加入者には12月25日より先行配信された。 今回の VR コンテンツは、ライブツアー、光る歌だラフターインザダークツアー20182日目の横浜アリーナで撮影された。監督、映像ディレクターは、アディクテッドツーより、歌田だのミュージックビデオ制作に関わってきた、竹石渡が担当。竹石は、制作時の苦労について、一般的なミュージックビデオは、クリエイティブな映像表現を通じて、アーティストや、 曲のメッセージを伝えようという思いで制作するが今回のコンテンツはライブツアーを無くなまま VR で表現するものであり映像ではなく体験を作るような感覚であったことに難しさを感じたとコメントした撮影ではユーザーの没入感を高めるためにカメラをクレーンに乗せて移動させるという今までにない試みにもチャレンジしたというビデオは宇多田ヒ光ルを いかに魅力的に見せるかを目指しており、その中で、宇多田本人にカメラを見つめるとどんなに素敵か、カメラは VR においてどういう存在なのかという VR 映像の特性を理解してもらったという。また、竹石は、その宇多田の魅力について、表情、歌声、動きがとても繊細。表現者として非常に魅力的と語った。 2010年12月8日から12月9日にかけて行われたワイルドライフを含めるとちょうど8年ぶりとなる。はじめの4曲、あなた、どう、トラベリング、カラーズは BPM がほとんど同じだったので、殺調して合わせてシームレスにつながるようなアレンジを施した、など。生ドラムのキックを踏んだ時にセンサーが検知してオリジナル曲のキックと同じ音源が鳴る仕組み。 プレイ、エラブソングなどの楽曲で用いられた。ありがとうございます。